頑張れー、行けよー。シングルマッチ30分一本勝負を行います。頑張れー。青コーナーオリジナルレスラー、赤コーナー頑張れオリジナルレスラー、ガンガンいけ、頑張れ、レフリー田中のりお。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、行くのか、そのままグラウンドに持っていきます。このポーズ、キックを打っていきます。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。いやー、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。倒してまいります。あと返します。タックルでぶちかまします。足4の字に移行してまいります。掴んだ、エルボーをかち上げます。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあレスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。逆に振り返して、負けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い、この男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。ブロックします。ラリアット投げ倒し！抱えます。耐えます。組み合います。対角線に飛ばした。させません。ここは戻ります。チョップがうなってまいります。コーナーに振って鉄拳を見舞います。掴んだ、パンチで返します。蹴ってまいります。掴みます。逆に返します。あっと、キャッチした。強烈に叩きつけてまいります。組みに行きます。ワイヤーマンズキャリー、相手を挑発してまいります。組み合います。投げてまいります。この辺りの関節攻撃いかがです？うーん、ちょっと浅いですかね。そうですか。腕を回します。打たせません。あーっと、ストンピング、蹴りつけてまいります。逆水平、蹴りを見舞ってまいります。抱えます。パンチで返します。フロントからのキック、ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。読んでいます。まさに読み切り小説、岩壁の母の胸に抱かれました。あっと返した、ショルダータックル、なぎ倒し、引き起こす。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。組み合った、倒していった。このポーズ、ストッピング、いけるか。そのまま倒していった。
ッター気味に入りましたよ。ブロック状況か。強烈ジャーマンスープレックス。一気にスパークするのか。場外に降りる。抱えた。ボディスラムで投げつける。起こした。あと逆に投げていった。リングに戻ります。リングに戻ります。組み合った。逆に返した。蹴っていった。腕をフックした。打たせない。逆水平ラリアット。強烈ストンピングを叩き込む。立たせていく。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。蹴り上げていく。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。いけるか。かわず落とし。大ちゃんボンバー。場外に移行した。ガチッと組み合った。あと逆に返した。抱えた。あと耐えた。バックに回った。金的攻撃。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。落とした。場外に移行した。ラリアット。あと逆に切り返した。頭を掴んで腕折りに持っていった。キック。抱き起こす。組み合った。強烈ダイヤモンドカッター。リングに戻ります。ストッピング強烈。立たせていく。組み合った。